ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、ということでバラエティ番組の人気者大集合ウィーク、日大のゲストスタジオ来てくれましたひろみさんです。よろしくお願いします。どうもひろみでございます。よろしくお願いします。本当にあのほとんどお会いすることないですよね。ないんですよ。もう本当に多分まともに会った、はい、はい、会うことないですよね。さっきあの土屋君だっけ、はい、僕付き合っています。土屋君が、はい、あのなんかどうもって挨拶に来たんだけど、はい、誰かと思って分かんないから、ね、ね、マスクしてるし眼鏡してないし、誰絶対分かんないだろうなと思って。そうですか。ほぼ会うことないもんね。会わないですね。初ぐらいじゃないの。通販の、はい、ピン子さんの通販番組で、はいはい、さあそれに行ったぐらいでしょ、はい、だからもう本当に何かっていうのはないんだと思うよ。あの花輪のお兄ちゃんにはねちょっとお世話になって、まあお世話になってお世話してんのかな。本当は僕ら大学八王子で、そうそう、だから、はい、あのそう本当にあの、はい、花輪君の弟の方が、はい、あの八王子会にあの入れるんだよっていうのが俺の中ではあるんだけど、はい、別に八王子会なんか入んなくてもいいんだけど、でも八王子にいたっていう、はい、で花輪曰く、はい、お兄ちゃんが今八王子に住んでるっていう、はい、そのややこしいんですけど三兄弟のね、そう、うちの兄貴のもう一人上の兄貴が、はい、八王子に住んでる。なるほどなるほど。真ん中のお兄ちゃん、あの一番下が大学で八王子に4年間いて、八王子に関わってるんですよ。花輪は全く関係ないんだけど俺の歌作ったからなんか八王子絡んでる。三兄弟で一番八王子関係ない人関係ないのよ。でお兄ちゃんと花輪も入れるんだよ。そうですよね。そうなのよ。上と下だけ関係、上と下は入れるんだけど、あいつは入れないんだよ。一番関係ない人なんですけどね。一番関係ないよ。もっと八王子大好きですから、ね、そうでしょ。だからいいんだよ。だから今度あのご飯会来てよ。いいですか。全然いいよ。中月町と犬目町に全然いいんですよ。あ、じゃあもうミンミンのそばだね。ミンミンのそば、八王子ラーメン、玉ねぎ、八王子ラーメン、ミンミンのそばで、まあまあお前に説明してもわかんない。僕も同じ大学ですから。あ、同じ大学だ。そうですよ。本当。あ、じゃあお前も入れるよ。やった。ちゃんとあの土屋君になってきて、メガネかけて、メガネかけは認識されないから。元カレ八王子住んでた時あったんですか。元カレ厳しいな。厳しいなんでもいいよ。なんでもいいんだよ。なんでもいいの。赤王のとんかつってありました八王子。赤王だっけ。赤王。何だって俺がだってす、はい、あのもう八王子を出てからもう30何年経ってるじゃん。まああの実家あるけど、はい、ちょこちょこ帰るけど、だからもう。なかなかわかんないんだよね。店とかはラーメンはわかりますよね。一発ラーメン、一発ラーメンわかんないな。俺だって俺もう本当にミンミン育ち、ミン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 で終わってんだ。ミンミンで終わってる。本当に。だからもう、はい、ミンミンができた時に、はい、ちょうど俺たちが16、17、18ぐらいで、その辺で遊んでミンミンで食べるっていうのが、まあ近所だからね。なるほど。だから実は今当たり前みたいな、俺ミンミンいまいちよくわかってないですよ。行ったことないですよ。え、なんでお前話に言ってたの。でも常連みたいなトークだ。一発ラーメンしてたことない。一発ラーメンだけなんだ。一発ラーメンは俺行ったことないんだよ。わかんないどうやるのかも。なんで一発ラーメン盛り上がったの。知ってはいるじゃん、ミンミンって。いや知ってますよ。行ったことありますよ。行ったことある、うん、あ、そう、うん、行ったことない。すいません、大丈夫、八王子だったらミンミンラーメン1回ぐらい行っといてよ。そうですね。北島三郎さんの家は、あ、行ったでしょ。あ、行きました、ね、行ったでしょ。見に行きました。行っちゃいますよ。北島さんちはみんな見に行くか。これはそうなんでいいんですか。あ、ここなんだ、北島さんち。外国店によってユーミンいますかっていう、いませんよって言われるっていうのがもう八王子もあるある。すごい交通。すごいよ。すごいよ、ね、さあこの後たっぷりとヒロミさんお話を聞いていきます、よろしくお願いいたします。集合ウィークの初日、改めまして2時台のゲストはヒロミさんです。よろしくお願いします。あの、はい、漫才協会に入っているんですけども、はい、やっぱりあの B21 スペシャル、はい、もともと今も3人組で解散してないんですけど、はいはい、この舞台とかね、うん、かなんか YouTube でいろいろ見るとライブやりたいとかおっしゃったの見たんですけど、はい、漫才協会、漫才協会入りましょうか、じゃあね。あ、え、嘘、その軽さが嘘っぽくなる。
はい、ね、ありますありますよ。え、何やるんですか。ありますありますよ。そんなノリで漫才協会、漫才協会一応ね、入って入って、いつかやるかもしれないからね。やっと。あそこは演芸場でやらせてくれるんでしょ。はい、浅草のもうベテラン勢の人。そうですそうです。今あのブーマーさんとか入りやすくしといたんで。ブーマーとかね、ブーマーも入ってるの。プリンプリンとか、ボキャブラ芸人ボキャブラ芸人がいるの。なかなかだな。入りやすくしといた。わかりました。もうね、いつでも入りました。嬉しい。すごい。で、あの師匠がセントルイス、セントルイス、センさんがね、はい、センさんので1回ぐらい見に行ったことありますよ。そうですか。センさん東洋館の舞台復帰したぐらいの時かな、ね、あの病気で、はいはいはい、1回なんかそれで見に行ったりとかしたことありますよ。そうですか。本気トンク、センさん弟子もう一人なんかいたじゃん。解散、あの子たちは本気トンクは解散しちゃったんですけど、それぞれで今やって、ね、1回また違う名前で本気トンクだっけ。まあそうですね、別の相方との本気トンク、漫才協会にいるの。漫才協会に。ああ、そう、それがよかった。いるんですけど。そうそうそう。あいつだけで俺のこと、兄さんって呼ぶの。なんだかわかんないんだけど。あの、デビスさんのとこで、うん、ラーメン屋で、ああ、そうだそうだ、アルバイトしてたんですよ。そうか、そうそうそう。あれ、この前 YouTube 見て、陳さんってあの、鍼灸院の院長やられてるんですよ。そう、で、院長やってんだよ。すごいっすね。すごいんだよ。まあ、打たれたくはないけどね。全部そういうのがやってんのよ。ねうん、あ、そうなんですね。そう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 。でも本当に、うん、あの3人でライブやろうとかっていう話はあるんですか。まああるようなないような、あ、まあ、やってもいいんだけど、はい、やってもいいっていうか、うん、大変じゃんね、やっぱネタ考えて、まあまあ ね、そのモードにならないと、ね、なかなか、なるほど、なかなか難しいかもね。昔のネタをやるの、ね、時にやる60歳になったらちょっと1回ぐらいね、うん、どっかでやってもいいかなとか思う、うん、その時はね、うん、あのそこの演芸場で、あ、いいですか、いやいいですね、見たい、いや東洋館、まあ、あの来るお客さんもあの、はい、あの5、60だからね来やすいと思う。俺らのもうそんなの見たいのは、ね、5、60だから、いやいや、それは来たいと思いますけど、そうだと思う。当時その3人組でまだ、うん、だって20歳そこそこ、そうそう、バイトで知り合ったの。バイトでね、新宿のね、うん、あのバイトで、あのアルバイト、なんちゃってホスト君みたいなね、うんうん、そんなところで知り合って、はい、それで、うん、なんかね、あそこのお客さんに、うん、あのなんかお笑いやったらみたいなこと言われて、うんうんうん、で、センさん紹介されて、あ、で、そのセンさんのとこ行って、うん、それはお笑いやりたいですみたいなこと言って、うんうん、で、なんか、うん、そっからずるずると行って、はい、センさんのとこにちょっと行って、ネタ作れとか言われて、で、ダチョウ倶楽部の、うんうん、まあ寺門とか、うんはい、となんかデビが仲良くな、たまたまね、うん、仲良くなって、うん、ダチョウ倶楽部に紹介されて、バナナパワーっていうね、六本木にあったんだけど、はいはいはい、そのそこでショーハウスがあって、うんはい、ショーやってコントやってダンサーが踊って最後にパイを当てられるっていう、パイを当てるお店、うんはい、それが何で普通のパイ、はい、そのパイをお客さんに買ってもらって、で最終的に俺らがこう的になって当たる。だから毎回ショーの終わりは毎回全員もうぐっちゃぐちゃな生クリームだらけな。あ、それ初めて知った。それはね、本当に怪物ランドさんとかね、ちびっこギャングとか、ほんでダチョウ倶楽部俺ら、あの石ちゃんとかも出てたよ。鍋風呂が1枠持ってたから。ヒデとか出たことあんのかな、メグとかあんのかな、まあ、あの石ちゃんいたよ。で、なんかそれ、そこで、まあバブルだったから、まああの80年代みたいな時だったから、すごいお客さんが入る。まあ、入っても150人ぐらいだから。で、150人がパイを、あのパイを当てに来てるから、ネタなんかどうでもいいのよ。目的がそれで1時間ネタやってショーやるんだけど、なんかもうそんなどうでもいいのよ、ね、もう早くしてくれっつって早く当てたい、パイを早く当てたい。ほんでこのパイをみんな死ぬほど買って1枚300円ぐらいなんだけど、これ食べれるのよ、美味しいパン、あのパイで、でクリームだらけのやつを、それをせーのでみんなにバーッと当てられるわけ。でもうぐっちゃぐちゃになるわけんで、もう本当にもう、うん、あの、そのクリ、生クリームをこう、もう耳の奥まで入った生クリームを落として、で、1日3回ぐらいやるのかな、それ3回で、もうそのパイで、パイの売り上げが俺らのギャラなのよ。
そうすると結構いい金になるんですよ。そうですね。おひねりみたいなもんですよね。そうそうそう。それにチップがこう乗っかるわけ。バブルの時だけ。うわ、すげえ。で、じゃあ、その説明をこうやっていろいろしなきゃいけないんだけど、はい、チップは、札にしてくださいって、はい、まあ、500円玉立てないようにっていう、はい、そういうのを言うと立てる人がいるわけ。だからね。なるほど、なるほど。で、まあまあ、それはバブルの時だからね、本当にそれで、食べてもいけたしね。でダチョウ倶楽部がテレビに行って、うん、俺らもそのまんままたテレビに、そこにテレビの人が見に来てて、でテレビ出ないかとか言われてテレビに、だからプロダクションとか入る前にテレビとか出てたりとかして、それおぼん・こぼん師匠だってコルトンブルー、そうそう、だから昔はコルトンブルー、トンネルズもそうだし、はい、俺らもそうだったけど、はい、そのちょっとそういうお店で、はい、ショーに出るっていうのが結構あったわけ。そうなんですね。あったあったあった。俺は、新宿の、うんうん、なんだろうな、なんつうとこだったっけな。うんうんうん、あったの、その、ちょっとこう、なんつうの、ライブハウスじゃない。ライブハウス。大体普通、普段はニューハーフの人がショーやってるところ、うんうん。そこにバラエティ班が行ってやるっていうのが、結構トンネルズもやってた。昔の人はショーパブでもういっぱいネタ作って、そのストックが、お笑いスター誕生とかにかけて、そのまんまそう勝ち上がっていったみたいな。そこからな、まあ俺らの時はテレビ演芸とか、俺はテレビ演芸だったんだけど、なんかお笑いスター誕生とか、あとまあそうね、そういうのね、そういうんだと思う。それでだからもうネタ番組にバンってネタ番組に出て、それでテレビ演芸っていうのに出て、で10週勝ち抜きみたいなでやって、でなんとなくまあそうね。なんとなくテレビに。いやいや、そうですよね。なんとなくがでもすごい、めちゃくちゃ出てましたよね。その90年代ですか、うんうん、もうヒロミさんもめちゃくちゃレギュラー番組。そう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 。あったのって。うん。そのきっかけって何から？まあもともとオールナイト富士から始まってるから、トンネルズがいて、はいはいはい、で、トンネルズのなんか若い、まあ先輩だしね、はいはい。で、トンネルズがこう、皆さんとか行って、オールナイト富士、とかに出始めたりとか、はい、そういうのだよね。だからもう本当トンネルズ班ですよ。フジテレビで言えば、もう本当、もう本当にフジテレビにお世話になりましたって感じです。それはでもなんとなくやっぱあったんですね。やっぱこうテレビ界のなんか、もう本当にもう本当は俺はもうトンネルズにくっついてたから、まあ同じような、なんつうの、うん、まあ昔はこう班みたいな、こう、うん、いいとも班とか、はいはいはい、トンネルズ班とかね、こう分かれてたりなんかして、で、俺はもう、トンネルズ班だったから、はい、そのプライベートでも、もう東京、まあ、プライベートでももう一緒にもう、くっつき回って、うんうん、その、なんか今すっごいなんか、友達というかめちゃくちゃ多いじゃないですか、のりたけさんとかふみやさんとか、うん、大体そのテレビの共演とか、その時のつながりで、うんうん、もうのりちゃんとか、うん、藤井さんとかは、うん、そこからずっとだからね、うん、ああそうそう、なんかやっぱりダウンタウンさんとか関西の人との絡みはあんまりそこらへんなかったんですよ、その時。だから俺イトマンじゃないから、はい、そのフジテレビに関しては、うん、あんまり一緒になることがなくて、うん、もう班が全然違ってて、もう全く交わらない、うん、違うんですね、そうね。で違うところでは、その最初に出始めた時はなんかお笑い第三世代とか言われて、あ、はいはい、で雲南とダウンタウン俺らとかダチョウ倶楽部とかピンクの電話とかなんか結構いて、でそういう人たちでネタ番組がよくあったわけ。でその時だからみんな一緒にやってたよ。だから別にそんな、まあ、その当時別に仲悪いも、いいも別になくやってて、本当にだから会うところがないから、みんな、その後に仕事を普通にこう、ね、テレビをやり出しても、会うところがないから、一緒にやるってことがあんまりなかったから、会わないじゃない。まあそうです。それだけだったね。だから全然別なところでみんなやってて、だから50過ぎてぐらい、俺戻ってきて、から、はいはいはい、なんかこう一緒になるとかっていうのが多くなった、うん、そうですよね。だからなんかこう、うん、子供のながらにこう見てても、うん、あんまりこうなんかヒロミさんとかがダウンタウンさんとか出てなかったなって思ってたから、うん、その最近になってこうなんか一緒に番組よくやってるから、うんうん、そうだからみんなわかんないみたいだもんね、はい、多分雲南とかとほら、うんうん、一緒になることあんまりないから、はい、その若い時ずっと一緒に番組やったりもしてたから、そうするとさ、俺とナンバラがあって、おーナンバラなんて話してると、はい、みんな、え？いや、そうなんですよ。ナンバラさんと、ドキドキしちゃうんですよ、なんか。ナンバラさんとヒロミってどういう関係みたいな。あ、もうめちゃくちゃね。ちょっとなんかこう、それ
なんかみんな不思議に思うみたいな、曲とかであって。だから多分そこら辺の時系列がわかんないやついっぱいいて、ボキャブラとかを見てなかった人は、その爆笑さんとひろみさんってどっちが先輩なのもあんま分かってない人いるかもしれないです。僕は分かってるけど。だから、爆笑なんてほとんどほぼほぼ同じ年なんだけど、なんだけど、俺らの方が先に大学で出てからとか、まあ別にそれはどうでもいいんだけど、もう本当に、そんなので先にやってたから、あいつらもこう出たり、入って、引っ込んだりとかっていうのいろいろあって、で、ボキャブラで、またなんかこう来てっていうのがあったから、なんかまあ同世代よ、本当に。ただ、ちょっと俺らの方が早いとかね。なるほど。早かったっていうので、だからなんかこう、ちょっと先輩扱いしてくれたりとかね、するけど、もうほぼほぼ、まあ、ブーマーだってなんだってみんなもう同世代だからね。そうですね。でもボキャブラの番組の中ではもう、全然もうヒロミさんがやっぱもうだいぶ先輩のイメージで。まあそうそう、えばってるから俺。えばってるっていうか、なんかほら、なんかもう先に出ちゃってたから、これでもう、なんかそんな雰囲気で、ちょっとお兄ちゃんみたいなところでいたから。っていう感じでしたもんね。なんとなくやっぱり、ヒロミさんの代わりになる人ってあんまりいないですよね、今まで。ここ何十年か。あんまりいないパターンじゃないですか。いないパターン。だって、三人で一人で、二十何歳でボキャブラでなんか、わかんない、偉そうにこう、やってる人あんまいないよ。お前のあれはと、まあ本当によくネタ見てて、こいつネタだからっつってずっと悪口言ってていいなって俺はよく思ってんの。そう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 。お前がなんとなくトークの中に、軽くそういうの入れられていいなと思って。俺は、お前の技はなかなかないからね。一人で戦ってきたぞって。お前のね、その技はね、いつもね、俺見てるんだよね。こいつネタやりながら悪口言ってていいなって思って。ずっとドキドキしますよ。そういうとこが内村さんから嫌われるとこなんですよ。ああ、内村そういうとこ嫌いかもね。あいつは人の悪口言わないから。本当に。あ、そうですか。いや人力車だったんですよね。そう、人力車。やめて社長になったんですよね、自分で。人力車でやってたんだけど、俺わがままだから、で、こう、その当時人力車ってテレビってあんまり全然意識がなくて、とにかくテレビは営業のギャラを上げるための、道具だと。道具というか、テレビに出てる人が営業で来てくれるって言ったらギャラが上がるっていうのが、もう社長の考えだったから、で、営業ばっかり入れたがるわけ。だけど俺営業が嫌だったから、行かないっつって。で、俺はテレビに出たいんだっつって。で、もう社長は俺テレビはわかんねえっていうの。もうわかんねえ。どうやって売っていいかもわかんないし、どうやってやるのかがわかんないって言って、俺はもう勝手にこう自分でもう、そう、いろんなところと仲良しになったりとか、こう、なんかもう本当に自力でまあ、人力車もやってくれたけど、でも最終的には本当にわかんないっつって、お前は独立した方がいいって言われた。社長に言われたんですか？いや、俺もそんなんで、社長、もう俺一回辞めようと思ってたから、いろいろ怪我したりなんだりとかで。で、そんな話で社長と話してて、そしたら、でもお前は自分でやった方がいいやっつって。で、じゃあ自分でやるわっつって、自分でやったら26、7で。すごい独立して。不安じゃないですか、でもその、やっぱ、その時。その時何だったんだろうね。でも今も、もう30年ぐらいやってるからね、自分で。うわ、そうっすよね。だけど、最初は人力車、を辞めて独立したんだけど、最初の1年ぐらいかな、半年かな。人力車の中に、じゃあヒロミのデスク、ね、会社のデスクを1個置いて、で、そこで、いろいろお金も大変だろうから、つって、1年ぐらいね、人力車の中に、俺の会社があったわけ。子会社みたいっていうか、まあ別会社なんだけど、デスクを置いてたわけ。なぜか。で、半年か一年ぐらいして、で、出て、事務所構えたんだけど、まあ、いい人だったんだよね、本当に。今はもう亡くなって、今、息子さんがやってるけど、だけど、俺ら先代のその社長は、もう本当に、いい人って感じだった。懐が広いですよね。懐が広いというか、まあ、俺は本当にわがままで、こう、仕事とか、テレビの仕事とかでも、本当に辞めちゃったりとか、もう行かなかったりとかね。行かなかったりとかさ。それ何の番組の？まあ本当に、だからそういうのがあって、でもそれ、ほら、もう若いから分かんない。ルールも分かんないし。それやっぱ会社として謝りに行くわけじゃん。謝りに社長とか行ってたんだと思うよ。よく。で、
亡くなった時にもうそういうふうにあの言われたしね、あの奥さんとかにね、あのおいっつってもう本当にあのわがまま息子みたいな感じで、あのあんたは相当あの迷惑かけたみたいな苦労したよと苦労したよっていうのをね奥さんに言われて、うん、結構じゃあそのなんだろう忙しくなってきてもやりたくないような仕事もいっぱい来ちゃったみたいなこともあったあってだから、うんうん、なんかほら、うん、そうねだからちょっとそういうわがままみたいなところがあって、うんうんうん、でも社長はその時に本当にあれじゃない自分でやったらね、うん、そういうわがままなく働くようになるから、うん、あのお前みたいなのは自分でやった方がいいって、うん、本当に自分でやりだしてから、うん、給料払わなきゃいけないしみんなにああもうそっか社員のそう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 でいるからお金払わなきゃいけないし、うん、今までんやんないでしょとかって言ってたのを、うんうんいや、やるやるやる。それやるよ。とかって、もう、とにかくこう、お金を稼がなきゃいけないな、とかっていうのがあって、やってたって感じ。意識が変わる。26歳だからね、もうそんな感じやん、もう。だって、子供だから。まあまあね。一人だしさ、一人っていうか、まあ、こう、大人がいないわけだから。周りにもそういう人いないですもんね、その時から。いないいないいない。ね、誰を参考にしていいかっていう。みんなびっくりしてたもんね、それ。そうですよね。元々でもその趣味とかすごい遊びとか多いから今 YouTube が今できたからそれまたすごくいいすごくさ助かってるよ。いい時代ですよね。僕はあのそのそういう遊びの番組とかも散々やらしてもらったけどテレビでねトコさんとかもそうだけどで散々やらしてもらったけどまあなかなかテレビではもうなんかそういうのがあんまりこうねやるっていうところもなくなってきたしやったところで数字も取んないしねだからまあそんなのがあって、うん、あじゃあ YouTube でやろうっつって、うん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 、で今 YouTube やってるだけなんで、ね、いやいやすごいよねいやっぱあの何でしたっけあの老人ドライブでしたっけ老人ドライブ初老ドライブお前はねそうやってねちょこちょこネタっぽい中で俺の悪口を言うっていう、ね、お前のねそのネタ本当にお前のネタ潰しでね本当にこっちのそのお前ね中にはね中には怒る人いるよ怒るよ佐藤さん怒るよ初老ドライブいい初老ドライブあれ最高っすよねね、もう本当に僕らはもう初老だから、うん、初老だから同級生あたりの人たちをね、はい、こう、ともう本当に車で30分ぐらい走るだけなんだけど、でお前暇っつって、もうあの俺一人でやってるから YouTube。編集もね、編集もやってる。そうすごいっすね、それ。すげえ。だから今もうこれ来る前も編集してたんだから、俺。で、携帯でもうこうやって、あの、誰もスタッフも誰もいないから、じゃあお前迎え行くわ、つって、大体友達しか出てくんないから、同世代のね。で、あの、同世代の友達を迎えに行って、で、本当に30分ぐらい車で走ってんのを撮ったりとか、で、もう懐かし話して、っていうだけよ。本当にすごいですね。一人でやってるから、だからサウナとかも、そうよ。中でこう、携帯回して、途中で携帯落ちちゃったりするんですよ、ね。落ちちゃったりもそうなの。一人なんだから。毎回一人なんだから。そういうのそのままもう流してくれるから。だからもうね、はい、その、テレビはやっぱすごいクオリティがね、はい、例えば音がちょっと取れてないとか、はい、あっちゃいろいろ。だけどもう YouTube なんかそんなの気にしてらんないよね。音なんかいらないでしょ、みたいな。そうか。うん。ただ、なんか、ヒロミさんの バブルの要するに世代っていうのはもうすごい多分額をね、俺のイメージですけど、やっぱこの世代ってボーンって稼いでるでしょ、まあ、で今さ、YouTube でさ、まあ、YouTuber の人をボーンって稼いでるじゃん。なんか俺たち絶対一番稼いでない世代。そうなんもなかった。絶対思うっすよ。いや、そんなことないと思うよ。そんなことないよ。そんなことないよ。稼いでると思うよ。いや、東洋館だって一回3000円しかもらえない。まあ、なかなかね。そんな時代、なかなかね。そうなんだよ。パイを投げられた時の方がもらえてた。この後でも、パイだらけになるんだよ、毎回。なかなかきついよ。なかなかね。さあ、今日はゲストにヒロミさんをお迎えしております。はい、それでは、企画参りましょう。今日のスポットナイツゲストは今一番気になることやハマっている話、なんか伺っております。詐欺なが気になることとか。気になること、はい、俺何が気になるんだろうね。もう何もないけど、もうとにかく YouTube もしか、はい、もう YouTube しかっていうか、うん、もう暇の時は YouTube やってるしね。まあだけどいろんなテレビまたレギュラーもあるけども、うん、結構じゃあ YouTube が楽しいみたいな。だってテレビ、もうテレビはもうほら、うん、なんか、うん、とにかく風邪をひかずに現場に行けばいい。とにかく
時間変わりましたね、はい、風邪をひかずに、ね、風邪をひかずに、ね、現場に行けばいいというね、随分、ねはい、変わってもうそれもう時間通りに、もう時間通りに、行けばいい、行けばいい、行ってなんかニコニコしてればいい、そうすると周りも親切にしてくれるっていうね、やっぱり昔と今とではもう全然違います。だってもう全然違いますし、もう今もう年ももうね60手前だし、それはみんなこう若い時はそれはさ頑張ろうとかね、俺はこうやってちょっと爪痕残そうとか毎回そんなこと思ってたわけじゃない、若い時は。でももう今やもうそんなことを今この年代でしてたら、あいつ痛えなって思われるでしょ。まだなんか爪痕残そうとしてるのかってなるから、まあなんかゆっくりやってますよ。本当に何にも何の玉も込めないで、本当に。本当にそれができるのがすごいんですよ、ね、そうなんですよ、ね、それで行ってどうにかなるのかなとかって思いながらやってますよ。もう何歳までやるとか特にそういうのも、何歳とかまでやるっていうのももう全然ないし、もうご苦労さんって言われればまあご苦労さんだろうなとも思うし、でももうそれはあのいつか来るだろうなとかっても思ってるよ今でも。今いろいろなんか車も好きだし釣りも好きだし、いろいろあるじゃないですか。やることいっぱいあるから、やることいっぱいあるのよ。だから別にもしもう明日から来ないでくださいって言われたら、わかりましたってちょっと思い、でそれまあ YouTube の方で、YouTube の方でというか、まあでもほらそんなそれは本当にこの仕事だけはさ、で出たいんですとかね、一生懸命やってますみたいな、そんな必要ないじゃん。あの呼ばれないことには、やってくださいって言われないことにはね、こんだけ一生懸命やってんですよって、だっていやいや一生懸命いらないでしょみたいな感じだから、まあ呼ばれるんだったらやるっていう感じだし、呼ばなくなったらなんで呼ばないんだみたいな、まあいいやみたいな感じ。もうでもテレビでなんかこういうのやりたいみたいなのも特にないですか、やり尽くし。もともとないのよ俺、そのなんつうの、テレビでなんかこういうのやりたいとかって、で昔から若い頃からなんかやりたいことないですかとかね、番組企画ないですかっていうのを、それはお前たちが考えろって聞いてた。だってそれはそうじゃんね。そうですよね。だいたい俺が考えてやりたいことやってたらテレビ成立しないと思うんだよね。やっぱタレントがやりたいことなんかやっちゃダメだと思うんだよ。なるほど。なんかあのやっぱテレビ屋さんたちが考えて、そういうプロが考えて、それをこう演じるというかね、やるっていうのがいいかなと思ってる。結構じゃあ今あの思ううまい店とか、あれもディレクターさん自分で行って、そう面白いですよね。面白いけどもう何にもこう説明もないから、何もない、もう本当にあの打ち合わせもなければ、行ってただテレビ見て帰ってくるっていうだけだから、俺はね、テレビを見て本当にで1時間テレビ見て帰るっていう、本当に何のだから変にまた若手だったらね、そこなんか爪痕残そうと思って、そうこれなんとかだみたいな言おうとするんですよ。ほんとにテレビ見てるだけなんだから、うわすげえなこれみたいな、何やってんのこの人みたいな、本当に簡単そうだなって思われちゃいますよ、またそういうこと言う。いやいや本当にだから申し訳ないと思うもんね、本当に本当に家でテレビ見てんのと変わんないんだから。だから誰かゲストが来ても、はい、本当にあのこの間も今週アコちゃんとか来てたかな、ゲストに、アオちゃんこれはもう本当に家でテレビ見てる、あのだけだからね、あのオープニングもなきゃエンディングもないんだからね、って言いながらオープニングで、オープニングっぽいことも一応撮るわけ、1秒もつかないんだけど、だって VV 発車のところしかないんだから、でまあ一応こうね、アッコちゃんですなんて喋りながらって、やっぱほらオープニングがもう染みついてるじゃない、ああいうアイドリングみたいな、アイドリングがもうね何十年もやってる人、すごい、そんなオープニングで見たら、ヒロミなこうだなってなって、アムちゃん1秒も使わないね、散々話してんだけど、でもね、そんなのもうそんな作りですよ。でも本当にね、あのあれはね、スタッフの努力ですよ、本当に V を作るのに。だって知らないおばあちゃん家に最高ね17泊してんだよ。すごい !17 泊だよ。すごいっすね。あ、取材させてくださいっつって、会って初めて会って、あ、いいよってなっんじゃない、ほんで、今日どこ泊まんのってホテル取ってます。いいよ、ホテルなんか、うち泊まんなよ、もったいないって。そのお母さんたちは、もう、
若い子が来てね、テレビなんですけどって言って取材するじゃん。で、やってんだけど、ホテル撮ってますって、その子が出してると思ってるわけ。で、テレビ局が出してるから、別にいいんだよね。だけど、お母さんたちは、もったいないよ、そんなのって。ね、うちに泊まんな、そんなの部屋あんだから、つって。で、次の日ご飯食べして、で、今日もどうすんのつって、いや、ホテル撮ります。泊まってきなって言って、結局17泊だよ。もう別れ際、もう孫と別れるみたいに、もう、涙涙みたいなね違う番組じゃないですかもうそれだからやっぱりそうやってやるからなんかああいう番組は撮れてんだと思うよ、うん、あの本当にちょろっと一日取材に行ってっていうんじゃないかな。それはスタッフさんの粘り、まあ、俺はスタッフの努力だと思うよ本当に。いい人柄ですよね、うん、やっぱり。あのメールで来てますけど、はい、藤沢のおじさんライダー、うん、先日放送された NHK 歌コンでのひのみさんの生歌披露、恥ずかしそうな仕草が見え隠れしていましたね。いいね。どうでしたか。恥ずかしい。恥ずかしいっていうかね、やっぱり僕らバラエティー班なので、はい、歌をテレビで生で歌うこれ、ね、それも NHK で歌うとかね、はい、でもお前のお兄ちゃんもさ、はい、毎回ついてくんだよ、はい、毎回だすごいな。もう毎回これはもうそうです。兄から、うん、兄からしたらチャンスだと思って。いやいや、でも本当にそれはありがたいんだよ、お兄ちゃんがいるから、まあなんとなく一人じゃないしね、はい、でもありがたいことにいろんなところで歌わせてくれたりなんかして、本当にそれは申し訳ないなと思ってんだけど、そういう歌番組でね、歌手の人たちいっぱいね、出たい人はいっぱいいるんだろうにね、で俺らみたいなのめっちゃ出してくれたりとか、まだこれから先もね結構あるんですよ、テレビで歌うのが。八王子の歌と、八王子の歌とはまあ神様ってもあるんですけど、それをちょっと歌ったりなんかするのもあったりして、だんだんやっぱりこう慣れてくる、まあ慣れてきましたね、もうね、なんかもうどうせどうせ大したことないんだから生だから、生で最初の音とか分かんなくなっちゃうのよ、あれこれどうだったっけって初めどうって、もうそうなった時点でもうパニックってるだって本番15秒ぐらい前なんだから初めずーっとって入るんだけど、このずーっとがもえどの音ずーっとえ何どれどれって言ったら始まっちゃうからまあ、面白いよね。それも含めて楽しんでいただきたい。楽しんでね。いい曲なんです。ぜひ CD ね、皆さんも CD も YouTube でね。この約束八王子見れます。英語でビクターエンターテイメントから絶賛リリース中ということで、はい、はい、ということで今日のゲストひろみさんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。